よろしくお願いいたします。はい、2027年に横浜で開催予定の国際園芸博覧会は、大阪花の万博以来、我が国 で37年ぶりに開催される、最上位の国際園芸博覧会です。本日午後に緑の式典が予定されていますが、本日の第1回閣僚会議のスタートに、4年後の2027年3月19日の開幕に向けて準備を本格化し、本博覧会を緑に関わる多くの方々に夢や希望をもたらすものとしたいと考えています。開催に向けて本日本博覧会のシンボルとなる、こちら私の後ろにありますこちらの公式ロゴマークを公表いたします。本博覧会は気候の変動や生物多様性の損失といった地球規模の課題に対し、緑と共に生きていく我が国の姿勢を世界に発信する重要な機会であり、日本を代表する園芸家や建築家アーティストの皆さんのご協力を得て、最新技術も活用しつつ、あらゆる世代の方々や海外から来られる方々にとって緑に関わる魅力的なコンテンツの具体化を図ることが必要です。このため本博覧会の成功に向け、政府として担当大臣である斉藤大臣を中心に関係閣僚で一丸となるとともに、博覧会協会や神奈川県横浜市など関係自治体、経済界なども含めオールジャパンで連携し、開催準備に万全を期してください。その際、2025年大阪・関西万博と連携し、共に機運醸成を図り、大阪・関西万博の成果を本博覧会につなげる取り組みもお願いいたします。これらの取り組みを具体化するため、8月中をめどに博覧会の準備及び運営に関して政府として取り組むべき対策の基本方針を取りまとめてください。以上です。